仙台市学と仙台学と仙台とは仙台市役所が同志の学術、教育事業、政策等に関連して用いることのあるキャッチコピーである。ここでは仙台市における学校と教育について取り上げる。要剣道正門仙台を学徒と称した文献的書室は1905年とされており、1894年創立の第二高等学校の交友開始。 少子会雑誌67号において、同校上級生が下級生に向けて書いた、学徒たらしめい音の表題の文章とされる。これ以前には、仙台を教育地とする表現が用いられていたが、学生の監督教科などを実施した当時の仙台市長、後に東北帝国大学総長となる沢谷斬馬太郎など、権力側が用いていたためか、当時の少子会雑誌において、 日構成こそが、仙台市民を学徒化させる主役とならねばならない、といった趣旨の文章が頻繁に書き記されており、学徒はスローガン的な言葉として出発したとみられる。しかし、東北帝国大学が創立した1907年には、地元紙に学徒と学会との記事も見られ、学生側の意図から離れて一般にも用いられる、名称になっていったことがわかる。なお、 学徒の歴史的系譜を紹介する場合には、1736年に開設された仙台藩藩校、要件堂から記載されている。2002年5月1日現在、仙台市内には、大学、短期大学、高等専門学校が、計16校、専修学校、各種学校が、計64校あり、それらの在学者数は77,112名。 本務教員数は4820名であり、これらの若者や教職員らは同志にとって重要な資源となっている。2008年5月1日現在、仙台市内で幼稚園から大学までの教育機関に在校するのは約20万人とされるほか、2001年5月1日現在における人口あたりの学生数は13大都市中、大学院生で2位、大学。 短大生で4位、専修学校、各種学校の学生数で2位である。これらの事実から、仙台を学徒であると称する場合がある一方で、少子化によって高校在学者数は減少傾向、また、2004年までの10年間には、宮城県外からの宮城県内の大学、短大への進学者数の減少と、宮城県内からの宮城県外の大学、 短大への進学者数の増加があり、学生の差し引き流入数は減少している状況にある。仙台市内には10の大学がある。学生数は47,742人であり、東京23区及び政令指定都市の中では、学生数は8番目、人口に対する学生比率は、京都市、福岡市、東京23区に次ぐ4番目となっている。二千六年には、 仙台県の大学が加盟する組織学と仙台コンソーシアムが設立され、文部科学省による大学連携支援事業に基づく活動などを行っている。東北大学1886年に設立された私塾を起源とし、現在は東北地方で最大規模の私立総合大学となっている東北学院大学や同じく1886年に キリスト教主義に基づく女子教育を目的として設立された女学校を起源とする宮城学院女子大学などをはじめとする初大学がある。東北文化学園大学は2004年に経営破綻し、大学としては初めて民事再生法の適用を受けることとなった。東北学院大学学生数は7481人であり、人数では第5位。 人口比率では京都市に次ぐ2位である。仙台市内の大学の多くには大学院が設置されているが、東北大学は大学院重点化による大学院大学である。また、専門職大学院としては、東北大学の法科大学院、会計大学院、公共政策大学院や東北学院大学の法科大学院がある。山形県山形市に本拠のある 東北芸術工科大学は、その大学院の一部を仙台駅前の再開発ビル、アエルに設置している。4校あり、学生数は1173人となっている。近年、閉学する女子短大が相次ぎ、2001年には宮城学院女子短期大学、2003年には仙台、白百合女子短期大学が閉学した。唯一の高等専門学校として、 仙台高等専門学校があり、旧仙台電波工業高等専門学校を前身とする広瀬キャンパスが仙台市青葉区に旧宮城工業高等専門学校を前身とする名取キャンパスが宮城県名取市にある。唯一の中等教育学校として仙台市立仙台清涼中等教育学校がある。仙台第二高等学校等北学院中学校。 高等学校宮城県の公立高等学校は入学試験で合格したら必ず入らなければいけないという独自の規定がある。このため例えば、私立高校を第一志望とし、公立高校を第二志望として入学願書を提出し、私立高校に合格した場合、事前に公立入試自体届を出すか、公立高校の入学試験においてわざと不合格にならない限りは、 受験者の意思に関わらず、公立高校に必ず進学しなければならないとされている。よって、公立高校合格後、その高校を辞退して、私立高校に進学したケースも過去に何度か発生しているが、その場合は受験自体者、保護者、中学校教諭の三者が公立高校に謝罪する必要がある。しかしながら、この規定は入学確約書と同様に法的には、 有効であるとは考えられない。戦後宮城県では新生高校になってからも昭和30年代後半まで旧生一中を前進とする仙台一高と旧生二中を前進とする仙台二高は東北大合格者実績による激しいトップ争いを繰り広げていた。ただ一校二校とも東大合格者数は非常に少なかった。東北大合格者数において 常に、この2校が1、2位を独占し、東北の他の高校の追従を許さなかった。基本的には現在でもこの構図は変わらず、仙台2校と仙台1校が、東北大の合格者数では1、2位を独占している。宮城県では1977年から2010年まで、県立、私立高校の普通科に限り、学生を導入しており、仙台市においては、泉区、 宮城野区、青葉区が仙台北、学区、若林区、大白区が仙台南学区となっていた。ただし、青葉区の中心商業地、及び宮城野区の仙台駅東口地区は、北学区に含まれず、南学区に含まれた。このため、住む地区によって進学できる高校は限られたが、学区外受験も受験者の3%以内で許可されていた。 この仙台市内における南北の学区制では、北学区の男子校2、女子校1に対し、南学区では男子校1、女子校2となっており、定員の男女比率上問題があるとされていた。このため、北学区の女子が南学区の女子校を受験する場合に、定員の25%に限って許可する措置が取られていたが、この措置がなかった男子校の仙台1校と仙台2校は、 学生の影響を大きく受けることとなった。なお、仙台三高、宮城和美は学区に関係なく入れる、理数化を持っていたため、学区の影響は軽微であった。多くの都市では、公立校が迷走する感激を塗って、私立高校が急激に力を伸ばしていったが、仙台の私立高校の場合、定員像や学科の新設を行ったが、他の諸都市の私立校とは違い、 大学進学率向上や有名大学進学を目標とはしなかった。このような勢力図のため、学歴偏重主義の否定が始まった80年代以降、公立進学校は公立であるがゆえに、南関大学進学をこわだかに目標とはせず、仙台の教育レベルの低下を招いた。しかし1990年代末あたりから、少子化やバブル経済崩壊などによる影響で、 再び大学進学率向上や有名大学進学を求める声が強まり仙台一校仙台二校などをはじめとした上位校が再びこれらの大学を目指したため進学率が向上し始めた同時に私立高校も大学進学率を向上し公立 VS 私立の生徒の獲得競争が強まっている近年では 仙台市が2009年4月より仙台市立仙台西洋中等教育学校を2010年には宮城市場中高一貫型に変更と公立校は中高一貫という戦略を利用し市立に対して優位に立とうとする姿勢も見られる。第二次ベビーブーマーが高校を卒業し終わり少子化の影響が見え始めた90年代以降学校運営上 学生数の確保を狙う私立高校が次々と男女共学科と難関大学進学への投資などを行い始めた。公立の進学校の側ではこのままだと私立に進学校の地位を奪われてしまいかねないという危機感が出て、浅野史郎宮城県知事のリーダーシップにより県立高校すべての共学科が決定されるに至った。しかし、 高校の数を減らさずに1クラス分程度の定員限で教学化する政策を提案したため、伝統維持や工風がなくなるなどの理由により、教学化反対の声が大きくなった。例えば、旧宮城三女校では、生徒総会で99%が反対の意を示していた。2005年12月に、県議会は2度目となる教学化推進決議を全会一致で可決し、 選挙で教学科の見直しを掲げていた村井知事も県議会の意向を尊重するとして承諾した。これに基づいて県教委も改めて教学科を推進することを確認した。これによって2010年に全県立校が教学化された。全国的にも珍しく私服の公立高校が多い。高度経済成長期までは私立も公立も別学校のみであった。 これは1960年代に全国的に吹き荒れた学園紛争が大きく影響している。旧、仙台北学区、仙台南学区かつて、仙台市立の高等学校の正式名称は高等学校となっており、仙台市立は付けないことになっていた。しかしながら、2009年の仙台商業と仙台女子商業の統合教学化を機に、すべての市立高校は、 仙台市立をつけることになった。全日制通信制教学でも学科、コースにより男子のみ、女子のみとしている学校がある。市内には現在、公立、市立を合わせて66校の中学校が存在する。唯一の県立中学校として宮城県仙台に下中学校がある。通学には学生が導入されているが、他都市と比較して、 越境入学や転校が容易な傾向にある。また、全市規模での2学期制が全国に先駆けて導入されており、すべての学校が2学期制を採用している。同制度化では、仕事量の多くなる学期末が年3回から年2回に減ることによって、教員の労働環境が改善されるとされる。秋休みを挟んだ2学期制に伴い、季節休暇の期間はおおむね以下のようになっている。 市内には私立中学校が6校ある。市内には現在、公立、私立を合わせて123校の小学校が存在する。1873年、前年に発布された学生に従って、当時の仙台市内に設立された小学校には以下のものがある。同年に改正された学生では、これらの学校はいずれも、 第七大学区第一中学区に属するとされた。1番小学校2番小学校3番小学校4番小学校5番小学校6番小学校7番小学校2度にわたるベビーブームの結果、1970年代から1980年代にかけては新規開校が続き、マンモス校と呼ばれる生徒数科との学校も出現した。一方、近年では、 児童数が著名に減少した学校が多くなり、1学級30人未満でのクラス編成が行われている。仙台市による仙台市立小中学校の一定規模、適正配置に関する基本的考え方及び具体的方策では、今後も減少が予想される児童数に合わせた市立学校の統廃合の方針が示された。県立の知的障害を対象とした特別支援学校は、 学生となっている。このため、市内からの交通のアクセスが良いとは言えない市外の特別支援学校に通学を余儀なくされるケースもある。このため、仙台市内の住民を対象とする知的障害に関する特別支援学校は、仙台市に飽き足らず、仙台県全体で過密状態にあるとされる。このため、本来は、 病弱を対象とする宮城県立山本支援学校で知的障害を扱うようになった理由として知的障害の学校が近隣には専門家庭を有する高等部のみが設置されている宮城県立支援学校岩沼高等学園しかなく中学部までの児童生徒が宮城県立名取支援学校あるいは宮城県立角田支援学校まで通わねばならなかったことと合わせて 山本まで通う病弱の生徒が減少傾向にあったためとされる。なお、宮城教育大学附属特別支援学校や仙台市立鶴谷特別支援学校は宮城県の方針と一線を隠して定員に対して厳密に合格者数を出していることもあり、県立の知的障害者を教育領域とする特別支援学校のような過密状態には至っていない。 なお、公明支援学校については、2014年に、近隣の旧宮城県特別支援教育センター跡地に小学部の新校舎を設置し、校舎を2分割する形で、逼迫対応を行い、同年には旧公明用語学校跡地に、宮城県立小松島支援学校を設置した。それでも、教唱化の解消には、まだ至っておらず、大白区は基保町にある、 宮城県立宅もも支援学校の青葉区落合への移転後の建物に知的障害の支援学校の分校設置を要望するなど未だ対策が急務とされる。2016年度時点では統合などで廃校となった旧小学校や旧中学校の校舎を活用する形で分校や文教室を少なくともにないし参加所程度の設置が検討されていることが明らかにされている。 仙台市においては、中学受験は活発でなく、学習塾や予備校の主な対象は高校受験生と大学受験生となっている。一方、首都圏の私立中学や仙台都市圏内に数校存在する私立中学、中等教育学校に対応したコースを併設している学習塾や予備校もある。主な学習塾、予備校仙台市を本拠とするものその他。 ありがとうございます。